ゴールキーパー鈴木ザイオンバッシングしてるやつ多いけど他にいい選手いる？でもザイオン外せ。言っても残りの2人はこんな実績やぞ。これ見てもザイオンよりマシって言えるんか？なんでこれで代表入りしたんだ？電通絡みか？これほんまクソ、代表経験がなさすぎる。なんでこんなメンバーなん？ J1 の GK は海外選手ばっかりなん。GK がこれまで代表で聞いたことない3人、うち2人が21歳の若手なのはなんでや？若手選ぶにしてもオリンピックで活躍してた谷の方がええと思うし。37の GK からレギュラー奪えなくてベルギーに逃げたやつが代表、正 GK は草。アカデミーのカテゴリーならともかく素材はいいけど実力はいまいちって、 GK が対戦したの見たことない。ザイオンずっと微妙なままで終わると思うわ。前川の方がはるかに優秀だからというか、前川以上に GK が J リーグにおらん。西川程度に何ができるだろ。緩いフリーキックとか平気で決められるし、スケールが世界レベルにない。